あ、ちょっと待って、あそこなんかでっかいのが落ちてません？いつも見てるやつとなんか違う。いけるかな、これ。車両っぽいのが放置されてますね。あ、いけそう、いけそう。お、しかもでかい車両。お？お？お？壊れてる。これめちゃくちゃいいじゃないですか。かっこいい。あー、なるほど。リペアコスト、ハードメタル13000、シリコン。あー、いけるな。いけますね。ちょっとでかいですよね。でも、つくやつは一緒か。ちょっとでかいけど、どうなんだろう、これ。これ欲しいな。ハードメタルか。じゃあこれで、リペア、あ、リペア中だ。おお、治ってきた、治ってきた。いいですね。おおできた。いけましたね。いいじゃないですか、新車両。アイテムを移したいですね。このまま、あ、このまま入れられる。素晴らしい。ショーインベント、うわ、広っ。こっちの方が全然いいじゃないですか。この車両にしよう。あ、交換できる。じゃあこれ交換していこう。おお、これいいですね、この機能は。かわいそうだけど、なんか付け替え完了かな。じゃあこの車両はベースでお留守番ですね。今日からこっちだ。なるほど、これすごいかも。 CPU つけるとフォローミーができんのか。はあ、はあ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 、すごい、いろいろと考えられてんな。まあ、これやっといて、こっち側にテイクコントロールしてフォローミーにすればいいのか。そうすると自動でついてくる。あ、そっか。じゃあこれでこういうこともできるのか。でもファストトラベル気をつけないとダメですね。あ、すごいすごい、これいけんだ。 CPU 欲しいですね。どうだ。あ、ちょっと重いか。ついてこれる。あ、ついてきてますね。これいいですね。かわいい。ちゃんとついてきてくる。CPU もっと欲しいな。なるほど。こんなこともできんのか。荷物とか持たせればいいわけですもんね。操作性はそこまで変わった感じはしないな。ていうか、ほぼ一緒ですね。あー、終わってる。はい。あれ、これで、レーダーとかも作っていけるのか。どれにしようかな。あ、ドローン来ましたね。ドローン行きましょう、ドローン。ドローンとか、マイン、あー、いろいろやりたいけど、ドローンかな、まずは。ちょっと基地も置いてってもいいな。グラベルが余ってきたんで。まんまな感じですね。あ、間違えた。あー、やばい、めちゃくちゃ使うの、もうなくなっちゃった。あんだけあったグラベルが。あー、こんな感じでできるのか。なるほど、まあいいですね。とりあえずいろいろと集めていくか。なんだかんだで近くにいろいろ鉱石あったから良かったですね。取れる量増えたかな。改造したんで。あーあー、すごい取れる。電力量も上がってるっぽいな、容量が。
いいじゃないですか。だいぶパワーアップしてる。どうにかしてドローンで資源採取できるようにしないとな。それができるようになるとだいぶ楽になりますよね。今の状態だとちょっとこういう高低差があるとこいけないからな。ドローン作りだな次の目標は。とりあえずのところはこれ上がれないのか。で今ですね、新しくパーツをちょっと作って、これですね、マイナーコンポコンパニオン、これでインベントリースペースと、あ、インベントリースペースは変わってないのかな。あ、変わってますよね。インベントリースペースが広くなって、なおかつ新しいスキルですね。これ使うと一定時間、8秒間か、8秒間採取量が資源採取量2倍になるやつですね。これかなりいいんですよね。例えばここに銅があるんですけど、ここら辺かな。通常だと441か。でこれ使うとこんな形でほぼ2倍近く採取できます。これいいですよね。うん、これでバンバン取りたいな。であれから土台も少し増やして、あと施設も結構増やした形ですね。リサーチでまた置けるやつがだいぶ増えたかな。とりあえず荷物を一度置いて、これって適当に入れとけば勝手に分けてくれるのかな。あ、こう分けてくれるのか、適当に入れちゃえば。あ、なるほど、いちいちこれやんなくてよかったんだ今気づいた。で、ニッケルがないんですよね。ヘリポートみたいのもあんな。これがまた新しいドローンか。だからドローン作るやつも必要なんですよね。とりあえずこれいっちゃおうかな。なんか来た。トレードかな ?You might want this. ん?何くれたの?あー、ジギ、これくれたんだ。なるほど。ありがとう。適当にこれを、各場所にストレージ置いとけばいい、いい感じですよね。で、作れるものが土台とか、あとは、ここら辺も増えましたね。リチウムバッテリー。ニッケル取ってこなきゃダメだな。ニッケル探すか。ストレージ、これとかもできるみたいなんで、ハードメタルとかもバンバン取った方がいいですね。でこれが、あ、これ立てちゃうか。あ、ラボだ。これ土台のとこじゃないとできないのかな。多分これでドローンができるようになるんじゃないのかな。とりあえず1個立ってみるか。あ、いけるいける。あ、なるほど、これ系は土台に立てないとダメっぽいですね。さ、これで、あ、増えた増えた。はい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 。あ、ドローンいけますね。ドローン作るか。カーゴドローン来た。あー、これは偵察ドローンですよね。これ作るか。これは何、これも一緒だな。あー、なるほど。とりあえずこれ一個カーゴドローン作ってみるか。あー、なるほど、これインベントリーに入れて出せるのか。トゥーファー、あー、どういうことだこれ。
小インベントリー、ああここ、これだけちょっと入るんですね。1個だけ持たせられる系か、例えばお金とか。ああなるほどまだ巨大ドローンは作れないんだな。もうちょっとティアが進まないと巨大なやつはいけないのか。1個だけなんか持っていけると。これもまた一定範囲内かな。ちょっと行くだけ行ってみましょうか。多分一定範囲内だと思うんですよね。あれを取れるんだったらめちゃくちゃいいな。これ持ってきたい。お、ただ意外と、あーやっぱダメだ、一定範囲内だってことはやっぱダメなんだまあでも一緒に行動すれば谷の山の上とかにあるやつもできるってことですよね。多分あれ持っていけると思うんだよな。いけないかな。テイクコントロール、これいけたら最高なんですけどね。持てないかな。アドバンスアイテム、あサスペンションか。あ、いける。トゥーファー、まだ高い。どんぐらい、いけないのかな。サルベージ機能というか掴む機能がないからダメなのか。一応出てるんですけどね。トゥーファーになっちゃう、どうしても。お、上がれる、上がっためちゃくちゃすごいなこれ。いけたこれぐらい登れるのか。あ、サスペンション良くなったからかな。一度戻るか。あんまり使えないな微妙でしたね。使い勝手悪いな。だとする